なんだろうな、こんな美しい洗練されたものがずっとここにあって、ずっとそこに陳列されてて、僕はそれを全然知らない、何度も何度もその前を通り過ぎてて、やっとこうアメリカ経由で気づいたんだって、こうボロボロ泣いてしまった経験があって。いい質問ですね。沖縄って言葉を使うようにしてます。沖縄から来たよって。自分は何者だっていうことをじっくり話す機会があるときは、その公的には日本人だけども沖縄から来てるよとか、そういう言い方もするし、自分探しはやっぱり辛い辛い不安、この不安との戦い。ふと思ったことがあって。例えばブラックで、なんかあいつは絵が好きな少年だとか青年だとか、ブラックの中でこう評価を集めたり努力をしたら、その評価っていうのは実はどこにでも通用するんじゃないかなと思う。そのこのブラックのレベルと2億のレベルは違うっていうのとは、あまりそういうレベルはなくて。ここで評価されることは同等に、場所が変わっても評価される。結局どのエリアに行っても、人はある程度コミュニティ、似たコミュニティが、何て言うかな、人の存在はそんなに変わらない。そこで結果を出すことは、同じように別の場所でも評価されるもんなんだって感じる時はありましたね。だから逆に言うと、こうその田舎だから、なんかこう何かこう十分なレベルがないとかじゃなくて、そこではそこでの価値観があるし、文化の価値観もあるし、それはどこでも通用するものがあるんじゃないかなって思うことが、このアメリカの生活の中で感じることがあったけど、先人たちと対峙しながら。紙で作るっていうのはチャレンジだったと。チャレンジでもあり、でも橋渡しでもあるんじゃないかなと。前進していく未来のイメージを描いてるかもしれない。雲の上からどういうふうに見られてんだろう。